安全に。ご安全に急に。皆さんこんにちは。もうこんばんはか。そうですね。ゆばチャンネルのしおっこでございます。あ、貧乏中年 TV のこたつです。あ、よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はミニ四駆の動画やっていきたいなと思います。ということで、はい、今回なんですけれども、はい、新ギミック完成いたしました。おお。ね、まあ、新ギミックじゃないな、言い方おかしいですよね、それはね。あ、まあまあ確かにね、ギミックをリニューアルしました、うん、はいはい、ということで、それがこちらになります。じゃじゃーん。もうね、大会に行ってきた後なんですよ。そうですね。なので、ちょっとタイヤとかね、少しちょっと削れちゃったりもしたんですけれども、うん、これがですね、あの、たけちゃんさんから教えていただきました、はい、ハイブリッドタイヤ。ハイブリッド。そして、このフロントアンカー、これ見て、アンカー変わってるの分かる？これ変わったんですよね。アンカー変わったんですよね。もう、なんかガタなしで作ったのに、なんかこうガタできてんだよね。あ、本当だ、あれ？ここら辺はね、ちょっとあれってなったんだけど、うん、まあ作った当初は全くガタなかったのよ。そうですね。だけど走らせるとね、穴が広がったのかちょっとガタが出てしまいました。はい、こちらが何かと言いますと、はい、ちょっとね、ほら、アンダーローラーを入れないタイプのフロントアンカー作りました。あ、珍しいですね。なんか最近のね、白っ子のマシンアンダーローラー入ってること多かったじゃないですか、はい、で、アンダーローラーを入れた方がいいのか入れない方がいいのか、うん、ちょっと悩んだんですよ。はい、じゃあもうやってみるしかないじゃん。あ、まあそうですね。だから今回はアンダーローラーを入れずに、はい、アンダープレートは作るんですよ。ここ見てください。アンダーローラー、通常はシロッコのアンカーってここのこのプレートそのままこう伸ばしていって、この上にローラーついてるでしょ、はい、でもこれ一回下に下ろしてるんですよ。一回一段下ろしてる、うん、一段下ろしてその上にローラーつけることで基本のローラー位置はちょっと下げてるんですね。あ、ちょっと下げてアンダーローラーはつけないみたいな感じのタイプで、作ってみました。で、これなんですけれども、何が良いのかって、うん、なんでこっちに変えたのかと、はい、言いますと、はい、アンダーローラーつけないタイプがまず作りたかったのが1点、はい、そしてこれね、これだけで取れるんですよ。これがね、このパーツがこれだけで完結するから、ここだけ。あ、はい、で完結するから、例えば19ミリにしたいとき、ここだけ変えればいい。あ、なるほど、19ミリのついたものをもう用意しておけばいい。そうそうそう、ここだけ変えれば19ミリモードにもできるし、9ミリモードにもできるしみたいな。ローラーのセッティング幅が大きく変えれる。なんなら右側だけアンダープレート入りのやつとかにできる。ああ、いい、アンダーローラーか、アンダーローラー入りのやつとかにできるから、うん、今回は、作ってみました。面白い。はい、で、最近ね、フロントアンカー、はい、まあ、流行ってきてますよね。そうですね。もちろん僕が作る前から流行っていたものなんですけれども、はい、そちらをですね、使用して今回はね、やっともうちゃんとコロナ明けでしっかり準備もしたもんね、うん、しっかり前日準備もして大会にね、挑んでまいりましたので、今回はね、まずはそちらの方を見ていただければなと思います。で、そしてね、その中でね、ちょっとこの見て、ほら、左右のローラーがこう一部だけ違ったりするじゃん。あー、はいはいはい、はい、こういうのとかもちょっとね、お話ししていきながらね、やりたいなっていうふうに思いますので、うん、ぜひまずは大会の動画からご覧いただきたいなと思います。ということで、大会からご覧ください。どうぞ。こちらが、予選5回あるうちの第1回目ですね。白っ子の走行でございます。1位で通過すれば5ポイント獲得で、2位で2ポイント、3位で1ポイント、コースアウト0ポイントとなっております。さあ、お、早い。あれ、あ、あれ、あれ、ペラッチでした。あれれ。さあ、白っ子0ポイントだったんで、こたつさんにポイントを取っていただきましょう、はい、さあ、大外からこたつさんが行きます。さあ、現在3位、2位に浮上かな。頑張れ頑張れ、浮上した。さあ、どうなってる。お、トップじゃないこれ。お、おら、トップオブメン。いいじゃないですか。ただこのコースはインアウトの差がすごく大きいので、まだまだ分かりませんよ。いや、まだトップ走ってますよ。まだトップ、ダントツのトップですよ。さあ、このまま逃げ切れるか、こたつファイナルラップ。いい走りしてる、いい走りしてるよ。さあ、ぐるぐるを終えて後ろとの差はまだある、まだあるが、内側が来た、内側が来た、内側が来た、負けた。あれ、2ポイント。さあ、続きまして、白っ子予選第2回戦真ん中からですね。さあ、ここら辺でポイントをゲットすることができるか。さあ、白っ子現在トップでぐるぐるに入ってまいりました。さあ、ぐるぐる抜けて、さあ、インアウト入れ替わりの、さあ、そのまま、え、これ俺一人今、いや、もう一人だ。まだまだ。さあ、内側に、あ、一人飛んだ、一人飛んだ、嘘、じゃあもう一人、ここ一人だ、やった。ファイナルラップ、ウイニングランが始まりました。さあ、このまま完走すれば5ポイントとなるんですけれども、どうでしょうか。さあ、来た、最後のジャンプも終えて、下って登って、あれ、
戻ってきた、戻ってきたマシンガン、ゼロポイント。あら、さあ1回戦予選第3回目、なんとこたつさんと当たってしまいました。まさかの。さあどっちが勝つのか、スタート、スタートして先行しているのは白っ子、後ろが黄色いマシンが追いかけてくるが、ここでコースアウトしてしまって内側からこたつ、内側からこたつですよ。さあ内側からこたつで現在突破、こたつ瓶。さあ内側に白子が入ってきて、さあファイナルラップに突入するとき、どっちが頭なんだ、どっちが頭だ、これは白子が逆転しているぞ。さあファイナルラップ、さあこたつさんがぐるぐる内側でございます。さあどうだ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 、あれあれ、いやでも最後の最後の白子ウィン、なぜかこたつさんが取る。折り返しまして4回戦目でございます。合計5回戦まであるところで、今こたつさんが4ポイント、白子は5ポイントとなっております。そろそろ1位取りたい、ここ1位取っとかないとね。そうですね、危なくなってくるんで。さあ予選通過、何ポイントで通過できるか分かりませんからね。さあスタートして先行しているのは、え、これこたつさん今ないな、2位かな、2位かな。さあ内側からこたつが、内側からこたついけるんじゃないか。さあぐいっと引き離してファイナルアップです。さあこのまま逃げ切るこ、え、あれあれどうした、なんかあった今、あれなんか今ちょっとですね、なんかこうアクシデントがありまして、これアクシデントのやつじゃないっけ、アクシデントのやつですね、ですよね。あれこたつさん、これもう一回走らせて、なんかコースを触ってしまった方がいるということで、さっきのコースアウトがなくなりまして、このままファイナルラップに突入、ファイナルラップからこのまま完走すればこたつさん5ポイントとなりますが、完走できるか。さあ5ポイントゲットできるか、5ポイントゲット、9ポイント、こたつ9ポイント、白子5ポイントの状態で白子も4回戦に入ります。ここで1位を取らなければですよ、ただお相手がピグさんと、なんとポンちゃんさん、九州でも早い方ですからね、早い方とのレース、ここでポイント取れればでかいですからね。でかいですよ。さあ先行していくのがピグさん、そしてポンチャさん、ここで同時進入コースアウトですね。さあ後ろから追いかけるのが白っ子、内側からぐるぐる回って、さあ内側から抜いていった、抜いていってファイナルアップですね。このままこのアドバンテージを守りきることができれば白っ子5ポイント獲得となるんですが、どうでしょうか。ぐるぐるからのジャンプ、そして登って下って、さあ着地ゴールとアダモース。さあ運命のファイナルレース、今度は白っ子が先に5回戦目に入ります。さあここで勝てば15ポイント、まあ、決勝トーナメントには進出できるでしょう、できるでしょうといったような数字になります。さあ先行しているのがこれは白っ子ですね。さあそのままぐいぐいと逃げていきますが、どうでしょうか。後ろから追いかけられているぞ、てる、ただ内側からぐるぐる、内側からぐるぐる、内ぐるで逃げろ、内ぐるで、よし。さあファイナルアップ、このアドバンテージ生かしていきたい。ただ今度は相手が内ぐる、内ぐるです。危ない、内ぐる危ない、内ぐる危ないぞ、やべ、来た、え、あ、コースアウトした、え、5ポイント決勝トーナメント進出を白子は獲得いたしました。僕も続きたいですね。さあ続くことができるか、コタポイントいけるか、コタポイントいけるか。さあ1人コースアウトしてしまいまして、残っているのが2台、先行しているのがこれは誰だ、これはあれですね、ポンちゃんさんかな。さあ後ろからコタポイントが追いかけてくるが、あれこれ一人コースアウトして、一人旅それできれば。さあファイナルアップ、コタポイントいけるか、コタポイントか、決めてくれポカポンタス。何それ、ポカポンタスです、頼むぞポカポンタス。さあ決めました、コタツ決勝進出ですね。すごいね。そうですね、2人とも上がれて、ね、こたつさんもねミニ四駆始めてまだ日が浅いですけれども、順調にねミニ四駆ロードを進んでいっております。さあこたつさんのこれは本戦トーナメントですね。そうですね、本戦トーナメント、相手の方がコースアウトしてしまいまして、さあこたつさんこのまま逃げ切れればですよ、はい、安全で OK です、もう飛ばさなくていいです。アクセル抜いてください、アクセルはもう抜いてくださいよ、安全運転ですよ。さあぐるぐる回って、さあこれ回ってくれば、あれ、あれ、サイレース、サイレースの場合は、先に飛んだ方が負けという形となりますが、はい、どうでしょうか。さあジャンプ、さあ内側の方コースアウトしてしまいまして、こたつさん準々決勝進出と、ありがとうございます、おめでとうございます。さあ続きまして白っ子の本戦予選ですね、はい、本戦予選になるんですね、うん、さあ本戦の1回戦目、お相手はゆうきさん、めちゃめちゃに速いレーサーさんです、めちゃめちゃ速いこの方。さあどうだ、スタート、
タートして先行しているのはシロッコですね。シロッコ先行のままぐるぐるを終え、2周目に突入できず、できずでございます。さあここで相手の方もコースアウトして再レースとなるんですが、ここで皆様は世界最速のコースアウトを見ることになります。世界最速、はい、コースアウト、あれ、はい、今もうコースアウトしております。シロッコがコースアウトしております。最初のジャンプを超えたあの逆走防止プレートの上に乗ってコースアウトいたしました。最速のコースアウトでございます。ただしですよ、本戦まで上がれば敗者復活枠が一枠だけ、準決勝に勝ち上がることのできる一枠があります。ありがたいシステム。さあこの敗者復活戦を勝ち上がることができれば準決勝まで駒を進めることができますが、1回じゃすみません、何回も勝たなければ準決勝までいけません、ね、さあ先行しているのはこれは誰だ、白っ子っぽいですね。そうです。さあ白っ子が先行してまいります。さあ2周目を終えファイナルラップ突入、後ろからマシンがぐいぐい追いかけてくる、後ろのマシンが最内ですからね。ここまでもう逃げて逃げて、もっと逃げて、あ、さあゴー。さあそして敗者復活戦第2戦目ですね。さあ第2戦目、ここも勝たないとまだ本戦まで戻ってこれません。一生戻ってこれませんよ。さあ先行しているのは黄色いマシンでしたが、ここでコースアウトしてしまいまして、さあ白っ子が一人旅、これしっかり決めることができれば、敗者復活戦決勝まで進むことができます。しっかり完走できるか、ぐるぐる回って、さあ2周目を終えて、さあファイナルラップでございます。アンカーが効いてますね、しっかりと。お、さあ最内のぐるぐるを終えて、さあワープゾーン使って内側からゴールド、ナイス、あざます。さあ走行してるうちにこたつさんの準々決勝が始まります。さあ勝ってくれ。さあ順調に本戦を勝ち進んでいってるこたつさん、後ろから地獄の底から上がってきている白っ子、地獄か天国か。さあここでまた勝って一緒に戦うことができるのか。さあこたつさんが現在これは先行しているような状態、コースアウト、あ、あれ、あれ、あれ、コースアウトしてしまい、さあ相手の方はかなり安定走行で飛ぶ気配がないぞ、これは強いレーサーだ。さあ早い、こたつさん、こたつさん何やってんの、こたつさん棒立ちだよ、こたつさん今何やってんですか、今開いてますね今いやいやいや、さあこたつ天国ロードが終了いたしまして、白っ子の地獄モードでございます。さあ復活できるか。さあここで勝てば、本戦に復活できるということでございます。敗者復活戦から白っ子が先行飛ばしてまいります。さあトントンと、さあ内側からマシンが抜いていって白っ子現在に、さあ2周目、ここで差を詰めておきたい。追いつけるか、追いつけますかね。さあ少しずつ差は詰まってきているように見える。ファイナルアップ、白っ子がこれ最内ぐるぐるですよ、最内ぐるぐる、最内ぐるぐるで、さあインを攻めて、さあやってまいりました、本戦へ復活でございます。地獄から帰ってまいりました。一回ミスるといっぱいなんかこのその修復作業をしなきゃいけない。大変ですね一回ミニ四駆でそういうレースですからね、一回ミスったら終わりもあるし、帰ってこれる場合はたくさん修復しなきゃいけない。さあ準決勝ですね、これは準決勝でございます。これに勝てば帰ってきました、地獄から登ってまいりました。さあ奇跡の生還でどこまで勝ち進めることができるのか。さあ1コースを取っております。最内スタートですね。さあ最内ぐるぐるはファイナルラップとなりますので、さあこの間にどんだけ逃げれるかですよ。そうですね。さあはい、もう捕まりました、はい、もうはい、もう逃げがもう捕まっております。捕まって2周目、さあ2人2台並んでぐるぐるに入っていって、さあ現在これはトップか、どっちだ、これトップじゃないか。さあファイナル内ぐるぐるですよ、これこれはもうこれまさかまさかある、決勝進出ある、あるか、あるか、決勝進出です、ありがとうございます。さあそれでは敗者復活枠から奇跡の生還を果たした白っ子が決勝まで勝ち上がってきております。勝つことができるんでしょうか。ここで勝てば優勝ですからね。ここで勝てば地獄からもう本当に天国の一番上まで登っていっちゃう地獄から生還したのにそう天に召されてしまいます。さあ内側からスタート、スタートして、さあ最初に飛び出したのは走りは変えないですね、逃げの走りでございます。
さあどこまで逃げれるかなんですけど、1台コースアウトしてしまいまして、さあもう捕まって後ろから追い上げる展開に切り替わりました。早いですね。さあ前走ってる方も十分に速いレーサーでございます。さあ横並びから、さあファイナルアップ、うわいい勝負、いやこれ横並びですよ。さあ最後のジャンプ、さあこのぐるぐるで、さあどうなるか、シロッコ内側から、内から内から、いったはい。どうしたんですか急に。いやどう急にじゃないでしょ、見たでしょ今勝ったじゃん。いやいやまあ確かに やっただろ。おめでとうございます。ありがとうございます。ということでコロナ明け一発目の大会でね、はい、優勝することができました。すごい逆転劇でしたね。そう、あそしてちょっと待って、お今回ね 4×4 さんで初めての優勝だったんですけれども、はい、なんとあれ2枚ほらチーム戦も優勝しちゃったの。うわすごいな。でしょでしょ、いいな。チーム戦ね何やったか知ってる俺。いや知らないです。ずっとこうやって見てる。そしたらチームメンバーが強すぎて俺まで回ってこない状態で優勝した。すごいっすねそれ。いや皆さん本当にすごいレーサーさんたちだけどね、本当に助かりますということで、一応ですね今回、優勝させていただきました 4×4 さんでの、シロッコのねセッティング初心者講座を、やっぱりね踏まえて、はい、終了したいなというふうに思っております。今回のセッティングちょっと一緒にね見直していきたいんですけれども、はい、これね 13mm13mm の穴にこうローラーが全部ついてるんですよ、はい、っていうのを言ったらなんかおかしいのが1個あるの分かりますよね。全部 13mm の穴についてます。明らかに径が違うローラーがついてますよね。ですよね。13、12、13、13、13、13、9、8です。なんでこれが 4×4 さんのコースをさっきのレース動画を見直していただければ分かると思うんですが、はい、これコーナーからねコーナージャンプが4箇所あったんですよ。ありましたね4箇所、うん、で、まあ、動画の、ね、切り抜きとかも今多分画面に出しておくと思うんですが、まっすぐ飛ばすことにね非常にメリットのあるコースでした、うん、要は全部 13mm をつけてジャンプさせると、はい、結構な高確率でこう飛んでいくんですよ。そうですねそうですね。っていうのがコーナーからこう飛びてコーナー途中にそのままこうテイクオフ状態に入ればこうなっていくんですよね、はい、こうなっていってこう左側の方にこう飛んでいっちゃう、うん、っていうのをこの右前のローラーだけを小さくすることによってコーナーをこの状態、極端に言うとこの状態で登り始めるのよ、はい、でジャンプしたらちょうどまっすぐになるみたいな、あの径を13から12、11、11、10で今9、8にして一番勢いで飛ばしてもまっすぐな方向になるなっていうところまで来てこのローラーで行きました。もしこれでダメだったら98ダブルじゃなくて今回レーンチェンジがありませんでしたから、はい、8ミリの、ね、ローラーだけをつけて走らせる予定でした、うん、っていうような感じでございます。なかなか本当そこを苦労されてましたもんね皆さん姿勢のところ。そうもうだから最初の練習走行4時間ぐらいあったんですけど、はい、最初のねマジで3時間ぐらいはもう本当に姿勢を見るためだけに走らせてたに等しい、うん、まっすぐ飛ばすことだけをこう意識してまっすぐやっと飛んだなと思ったらあと飛距離調整でどうにかなったっていうね感じでございました。で、まあ、本当にね速いレーサーたくさんいらっしゃって優勝できるとは思ってなかったんですけども今回は運よく優勝させていただけたということでいつもねご覧になっている皆様そしてね今回ねハイブリッドタイヤが良いよと教えてくださった竹田さんそしてハゲお僕にも僕にもハゲはダメということで、ね、今回のセッティングあセッティングもセッティングもうその他はだってもうブレーキとか言い始めてもねそコースコースによって違いますからね、はい、はい、ということでまた改めてね初心者に送るミニ四駆講座等もやっていきたいなと思いますのでまた次のミニ四駆動画もぜひ見ていただければなと思いますということでご視聴ありがとうございました。
ろう。